で今日は年男スペシャルということで、ポスター見ると主役が、3人プラスドアラさんということになってるんですが、単独での出演ですね。そうですね、こちらの背番号3の方が、はい、僕ロッカー今隣なんですけど、俺今日どうしたらいいって言ってました。出なかったもん。その場合どう答えるんですか。いやもうなんか言葉が出ないって言ってました。でも年男とはいえど学年は1個上なんですよね。そうですね、学年1個上なんですけど、ええ、でまたこれも昨日ですかね、僕と京田と秀平さんで喋ってて、はい、そういえば明日なんかイベントですねみたいな、イベントをやるっすねみたいな話してて、ええ、そしたら秀平さんが、いやお前らなんかこれ同級生みたいになってるけど俺1個上だからなみたいな、あそうだっけみたいな話してて、はい、そうなんだ。で鋼の盾社会だからそこはやっぱ言葉遣いとかどうなるんです。いや秀平さんっすよ。秀平さんなんで、まあ、優しいんで。優しいからフランクにやってんだ。へえー、